県内で生産された鶏の卵の品質を競う品評会が橿原市内で開かれました。品評会は県内産の鶏の卵の品質向上や消費拡大を図ろうと開かれたものです。審査には卵10個を1組として28点が出品され、3人の審査員が色や形が揃っているか、卵白や卵黄の盛り上がりがどれだけあるかなどを細かく確認していました。品評会には一般の人も参加することができ、良いと思う卵に投票しプレゼントのゆで卵を受け取っていました。審査員によりますと、今年の卵は特に色と形が揃ったものが多く、品質も良いということです。品評会の結果、最優秀賞にあたる奈良県知事賞には御所市の西川和也さんの卵が輝きました。